なんか私の中ではランジェリーが自分のアイデンティティになっていて、私はここにいるっていうのをそのランジェリーが気づかせてくれるというか、切っては切り離せない存在になっている、体の一部になってるっていう感じです。撮影お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。どうでしたか、撮ってみて感想は。ものすごくとにかく緊張しました。で、普段あの趣味で被写体をやって、ナオレジーさんの下着を着用させていただいてるんですけど、やっぱちゃんとあのブランド様からオファーをいただいて、応募で採用してもらって撮るのとは全然違うので、こうどうしたらランジェリーを綺麗に見せられるかなっていうのを考えながら来たんですけど、まあ実際現場に来たら緊張しっぱなしで、ちょっとあんまりそこら辺意識できなかったんですが、まあ、カメラマンさんが誘導してくれたのでなんとか撮ることができました。楽しかったです。良かったです、はい、でもとってもとってもとっても綺麗でした。ありがとうございます。素敵でした、はい、あのモデルに応募してくださったこう動機というか、ちょっとそのあたりも教えてください、はい。ナオランジェリーさんの最初公式サイトを見た時に、あの日本製だったので日本人の方がモデルをしてるのかなと思ったら、海外の外国の方だったので、やっぱ外国の方の方がまあスタイルも見栄えもいいから、やっぱそこはなんか他のブランドさんと同じで日本人の採用はしないんだなと思っていました。で、あのまあいつか憧れのブランドさんのモデルさんとかできたらいいななんて夢のまた夢で思ってたら、あの応募が始まる、あ、応募をするということで、あの応募したんですけれども、あのすごく上京して7年ぐらい経つんですけど、もう体重も10キロぐらい増えてしまって、とてもこう人前、まあ、被写体としては趣味でやっていても、ブランドさんのそのモデルをやるっていうのはなかなか勇気がいた、あの必要だったんですけれども、まあ、せっかくのチャンスだし、こんな体型でもなんとか着れるよっていうのを皆さんにこう知ってほしくて、あの応募をしました。ナオランジェリーをあの結構持ってくださってると思うんですけれども、どこがナオランジェリーどこがこういいなと思ってくださってるところでしょうか。最初はワコールさんを着用していたんですけれども、やっぱりあのなんていうんだろう、胸をなんていうの、盛るっていうのが結構主で作られていて、デコレーションも多かったりとか、やっぱこう締め付けが強かったりとか窮屈で、あとはショーツもあのタイプによっては M しかないっていうのもあったりして、ですごいなんだろう、見た目は綺麗なんだけど、なんかやっぱどことなくその窮屈な感じがあって、だけどナオランジェリーさんはその色も多分2色とか、多くても2色とかで、リボンも胸元に1個とかだけなんですけど、すごく品が、他のブランド屋さんより品があって、なんかこうすごい女性らしさがあって、で窮屈さもなく、あのすごく長時間着てても疲れないっていうところがすごく、あの着た感、着用感ではすごくよくって、でレースもすごく私好きなんですけど、レースもとても繊細で、他のブランドさんよりかはそのデザインはこうあんまりこう派手さはないんだけど、だけど存在感がすごいある、なんか素敵なブラの下着だなと思っています。嬉しいですね。私はもう、はい、あの本当に結構引き算を意識しているので、うん、あんまりこう盛るのが好きじゃない、うん、デザインとして盛るのが好きじゃないですよ、うん、やっぱりこうちょっと引いたぐらいが品がいいと思っているので、うんうんうん、まさにそれを感じていただけて、はい、そうです、はい、嬉しい、本当にそうだと思います。はい、なのでも最近は着用感もそうですし、デザインも素敵なので、ほとんど多分ここ2年ぐらいナオランジェリーさんばっか買ってるかなと思います。あれですよ、なんかあのナオランジェリー知ったきっかけお母様だったんだ、はい、お母さんが、うん、あの結構下着とか化粧品とかも共有するんですけど、
最初はワコールさんの可愛い下着があるよって20代私が仲間の頃に教えてもらって、そこからハマりだしたんですね。で、上京するした後にお母さんがナオランジェリーっていうのがセブンルールで紹介されてたよっていうのを聞いて、で行ってみようかなと思ったんですけど、多分日本製だし結構細身だと思うし銀座だしまだ上京した私には行けないと思っていたんですけど、伊勢丹の方であのポップアップやるということで勇気を出して行ったのがきっかけです。はい、お母さんのおすすめですごく可愛いよっていうことで紹介してもらって行きました。結構下着ってそんなにこう、うん、厚むなんか一般的に、うんうん、ジェリー好きって少ないと思うんですよ、うんうん、愛として、うん、はいはい少ないと思いますね。なんかこうどうしてランジェリーがこうお好きなんですか、うん、なんか普段はそんななんかヒールも履かないしそんなスカートも履かないし普段お化粧しないんですけど、だけどそのレースがやっぱ好きっていうのがあって、でなんだろう、やっぱ身に肌に直接身につけるものはやっぱなんだろう、女の女性らしく、こう外になんていうのかな、外に見えないけど中では綺麗にしていたいっていう思いと、やっぱ女性ならでは、今はそうですね、女性ならではレースが可愛いレースが着れるとか可愛い下着が着れるというのは女性の特権だと思っていて。持っているので、うん、なんだろう、そうなんか一見そういうランジェリーを汚そうに見えるけど実はそういうのにこだわっているんだよっていうのを、なんかなんていうのかな、なんていうと話がずれちゃうんですけど、なんか私の中ではランジェリーが自分のアイデンティティになっていて、もう何十着と買ってみてみんなからはすごいなんか買いすぎって言われるんですけど、なんか私をなんだろう、自尊心を高めてくれたりとか、揺れた時に私はここにいるっていうのをそのランジェリーがこうなんていうの、気づかせてくれるというか、私のなんか一本の芯、体の芯になってる部分なので、なんかもう切っては切り離せない存在になっている、体の一部になってるっていう感じですね。はい、素敵ですね。じゃあ最後にですね、ナオランジェリーにメッセージをお願いします。お客様じゃなくて、私たちにメッセージを最後。あでも本当にその20代の頃はいわゆるなんていうのモデル体型っていう体型ですごいミニスカートも履いてヒールも履いてってカツカツ歩いてたんですけど、まあ、30代前半からすごい太ってしまって、あのランジェリーとかもなんかあんまりこう可愛いのとか綺麗なの着れないなと思っていたんですけど、そんな中こう出会ったブランド、ナオランジェリーブランドで、なんかこれからもなんだろう、そのあんまりこう細いとか太いとかそういう観念にとらわれないない下着を作っていっていただけたら、きっともっといろんな人にこのナオランジェリーさんの良さが伝わると思うので、あのぜひこれからもお尻ちゃんと100センチのパンツもこれからも作っていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、では今日はありがとうございました。